はい、皆さんこんにちは、ゆずなでーす。はい、ということで今は朝です。すいません、寝起きなのですっぴんで失礼します。ちょっと多少ねリップだけ軽く塗ったんですけどはい、ということでね、まあいやね、動画を回してるのになんですっぴんなんやっていう話なんですけど、今日の、企画というか皆さん今日の動画はですね、まあ私がねこう何か体絞りたいなって時とか、こう大事な撮影があるとか、まあ前にね撮影の裏側の風景見せたんですけど、まああれは結構ね水抜きって結構究極なねことしてたんですけど、まあこうちょっとずつ体絞っていきたいなって時に、まあよくやる、低糖質ダイエットを今日一日を通してですね、その低糖質のご飯を皆さんに何を食べているかっていうのをシェアしたいと思います。そうなんですよ、今日はだからでもまあね、普段まあ低糖質だったりとか、まあ、あとはなんだろうな、低糖質じゃなくてもご飯も食べながらこうね、もっと緩い時は昼は炭水化物食べる、ご飯とかお米食べるけど朝夜は食べないとか、なんかそういうことはするんですけど、まあ今回は、まあ、それよりもねもうちょっとダイエットっぽい低糖質ダイエットのメニューを皆さんに、シェアするんですけど、まあねこの低糖質っていうのは本当に人それぞれその日の体調とか体質によって結構ね無理しすぎるとめまいになっちゃったりとかふらつきになっちゃったりとかっていうことが起きるので、ほんとねこう、まあ、ダイエットってほんと人それぞれ体調も体質もね、まあ、その日によっては体調も変わるじゃないですか。だからほんとにその自分の体調と体質とをちゃんと理解して向き合って理解した上で、ね、低糖質ダイエットを行うならぜひやってほしいなと思うんですけど、そうなんで無理はせずにっていうことですね。本当もう今から朝ごはん作って、今日は昼はお昼は打ち合わせがあって夕方にちょっとあれです、お仕事がありますので夜は遅くなっちゃうんですけども、まあ、1日を通してこういう食事をしてますっていうのをこの動画にできたらいいなと思っております。じゃあ早速、朝ごはんから作っていきたいと思います。こっ今回はですね、低糖質ダイエット低糖質メニューを行うにあたり、いつもお世話になってる翔太さんに、相談してちょっと一緒にメニューを考えてもらったんですけど、まず今日のね今朝これから何を作るかというと、まず焼き鮭ですね、お魚とあとお味噌汁とブロッコリーとレタス、まあ、野菜ですね、あと納豆っていう、まあ、シンプルなあれですメニューになります。朝はそう、まあ、なるべくね味付けも薄めにって感じなんですけど、こうなるべくねオリーブオイルとかミラクルソルトとかそういうのを使って朝ごはん作っていきたいと思います。じゃあまずお味噌汁から。まあね一人分なんでそんなに量はいらないかなと思いますが、買ってきたのでね、あれです鮭でね、今ね本当にレタスって高くて、サニーレタスの、あこれほうれん草だったはい、サニーレタスの方が安かったんでサニーレタスにしましたね。あとはまあ夜とかですね、夜に登場するだろうお味噌汁には、まあこのねお味噌汁の具と、梅雨にはねこの前に伊勢に行った時に買っためっちゃ美味しいらしいこの梅雨の素っていうのを入れてます。最近は本出汁の代わりに、いつもは本出汁なんだけど、お味噌汁ってさ本当に素早く簡単にできるからめちゃくちゃありがたいよ。豆腐も入れちゃおう。豆腐もね入れちゃいます。豆腐も入れちゃいます。でこのお味噌汁の具を、食べ過ぎたかも
やりすぎちゃったかも。まあいいや。はい。オッケー。沸騰してきたので、あとはもうお味噌を入れれば完成です。お味噌はね、これ。塩分 20% カット、だし入り。いつもね、この丸米味噌を昔からずっとね、実家でも多分丸米だったはず。実家もきっとね、丸米選手だったので、なんか、上京してきても、やっぱ丸米を使っちゃうなっていう。安心安全の。いや、多いな。安心安全のかはわかりませんが。お味噌をこんくらいね、取って入れます。はい、ということで、お味噌汁は完成しました。ので、ちょっと一回ちょっと置きます。はい、じゃあ次は次は鮭を焼いていきます。その間にトマトもあったので、レタスとトマトと、レタス、トマトとブロッコリーがね、いつも大体よく使うので、冷凍の冷凍のブロッコリーにしてますので、冷凍のブロッコリー3つくらいでいいかな。さらしチンします。レタスすごいでかいの、でかいのでかい。これが普通の、これよりレタスちっちゃかったんだけど、普通のね。でもサニーレタスの方が安いんだって。まあそういう今のこの時代なのかな。時代。お皿に、たんたん、これは前のしてたウィンダンドシートピッツァニスタとタートルズのコラボのお皿もらったんです。かわいい、マジめっちゃかわいい。これに野菜を盛り付けていきます。まだ凍ってる。あれあれ、おかしいな、おかしいぞ。もう1分ぐらい。じゃあその間にトマトを、いやミニトマトです。これをね、ね、だいたいこうやって切っちゃうんだけど、本当に雑だよね。ごめんなさい。本当にこうやって切っちゃう。はい、ブロッコリーも OK。すごいすごいすごい湯気が、すごい湯気がだって。すごい湯気が、湯気がすごい。はい、オッケー、完成。野菜、これですね。もうブロッコリーの湯気がすごい、本当に。野菜はこれで、後でオリーブオイルとシーラー塩をかけて食べます。じゃあ次は、鮭を焼いていきます。はい、ということで、まあこれから鮭を焼いていくんですけど、まあちょっとアングルがね、絶妙なので、ご飯を食べるときにまた紹介します。ということで、完成しました。じゃじゃーん。これが野菜でしょ。で、鮭、納豆、味噌汁。はい、こんな感じです。はい、ということで、じゃあ食べていきます。水飲んで。かわいいでしょ、このグラス。これもザラホームです。タレもね、納豆のタレもそんなに入れないです。なんかね、昔そのグループやってた時に、合宿かなんかあった時にね、もう食事制限とかも本当にすごかったから、納豆のタレも本当にね、2滴ぐらいしか入れちゃダメみたいな感じだったから、その時の合宿中の食事がね。そうだから、もうなんかあんまりタレ入れなくても美味しいっていう感覚になっちゃって、タレ入れなくても食べれるっていうになっちゃったんで、
暇も少ないです。いただきます。納豆が一番大好き。あうまっ。わあ、わかめ多すぎた。うん。じゃあ野菜食べます。うん、おいしい。皆さん、ミラクルソルトって知ってます？これミラクルソルトかけてるんですけど、本当に何にでも合うし、マスオのなんかね、ハーブの入った塩なのかな、めちゃくちゃ美味しいです。野菜でもいいし、お肉とかお魚でも合うし。鮭食べます。プリプリなんだけど。いや、いつもさ、やっぱ鮭にご飯って一番美味しいじゃん。鮭にご飯食べたくなるんだけどね、本当に。わ、美味しそう。いただきます。うん、美味しい。はい、じゃあこれから、まあ、ご飯を食べて打ち合わせに行って、今から食べたらもう多分打ち合わせの後にお昼ご飯を食べるかなってなるので、またその時に。次はお昼ご飯です。はい、ということで、ただいま帰ってきました。今打ち合わせから帰ってきて、ちょっとね、結構もうお昼の時間過ぎちゃってるんですけど、まあ、今日は夕方っていうか夜にね、仕事があって、まあ、遅くなっちゃうので、まあちょっと全体的にご飯の時間をずらしてってことで、今から、お昼ご飯低糖質メニューのお昼ご飯を、作りたいと思います。おすすめですけど。で、まあね、お昼もね、翔太さんと一緒に組んだものがありまして、まあお肉と、お昼はお肉、まあ、ブロッコリー、アスパラ、ひじきと、あと卵スープかな。でお肉は、まあ、今回も私は、まあ、せせりを買ったんですけど、でもせせりは脂質がね、ちょっと少し多いみたいなので、食べ過ぎが注意ということで、まあね、少量だったら全然大丈夫とか、食べ過ぎ注意ですけど、まあね、味はシンプルに塩コショウで味付けて、まあちょっとね、お肉と、アスパラとブロッコリーはまあ蒸してっていうか、まあ、チンして蒸して、で、あとはひじきは、お素材で、スーパーで買ってきたので、ひじきと、あとは卵スープで、お肉と、まあ、ひじき、卵で、バランスね、タンパク質を取りながら、作っていきます。まあ、作っていくって言っても、まあ、普通にスープ作って、卵スープ作って、お肉焼いてって感じで作っていきます。はい、ということで、お昼ご飯が完成しました。インサート、ボン温野菜ですね。アスパラとブロッコリーチンして、せせりを塩コショウで焼いて、ひじきと、あと昨日ね、作った水菜と油揚げの煮浸しが残ってたので、ちょっとそれを、これね、これがせせり塩焼きで、卵スープ、見えるかな、卵スープで、煮浸しみたいな。はい、これがお昼ご飯です。いただきます。普通に美味しそう。うん、煮浸しも本当にすごい簡単だった。もう本だしとお水と砂糖と醤油、酒、違う、醤油とみりんかな、で完成です。で、ちょっとあれがなくなるまで、煮汁がなくなるまで、アスパラとブロッコリー、うん、これもミラクルソルトをかけてるんですけど、美味しい。ひじき、これはお惣菜コーナーで売ってたひじきを買ってきました。うん、卵スープ、卵スープもさ、本当に塩コショウと鶏ガラスープの、鶏ガラスープの素みたいなやつと、塩コショウと卵と、あとちょっと醤油だけ入れたかな、
だけだけど、ほんとなんでこれがさ、シンプルに一番美味しいよね。シンプルに美味しい。うまい。はいはい。なんかね、今日の朝スーパー行ったんだけど、お肉何にしようと思ってお昼で、せせりって目に入って、せせりってなったの。せせりってなってせせりを買ったんだけど、まあ翔太先生曰くせせりは脂質が多いということなので、食べ過ぎは良くないですとのことでした。だからまあ多分ささみとか、あと豚バラとかじゃなければいいんだと思う。豚ロースとか鶏だったらももじゃなくて胸とかささみとかがいいんだと思います。でも私はこのせせりっていう文字を見たら、もうせせりっていうのに感動に負けてせせりにしました。はい、ということでお昼ご飯完食しました。なのでこの後は、夕方から夜にかけて、夜遅くにかけてお仕事があるので、まあね、ちょっと夜ご飯遅くなっちゃうんですけど、夜はね、まあさっぱりっていうか、まあ夜だし、まあ遅くなっちゃうっていうのもあるので、本当に湯豆腐と、まあ、温野菜だけで済ませようかなと思ってるので、これから、本日の仕事最後に向かっていきます。お昼ご飯はこんな感じでしたね。なんでまあこれをお肉で、さっき私が食べてたのお肉だったのをお魚にしても全然いいし、焼き魚とかでも全然いいし、そこを自分のね食べたい気分に合わせて、脂身、お肉だったら脂身が少ないものとかの方が良いと思うので、皆さんなりにね、まあ、卵スープこれだとね、まあ、私の多分体質とか体型的に、まあ、タンパク質がやっぱ足りなさすぎるなって翔太さんと話しててなったので、まあ、卵スープにしたけど、全然わかめスープとかでもいいと思うし、普通にオニオンスープとかでも全然いいと思うし、うん、本当にね、こうこれにしなきゃっていうのはないので、これを参考にしてみてください。じゃあお昼ご飯はこんな感じで、また夜に。はい、ということで帰ってきました。イエーイ、ただいま帰ってきました。はい、仕事を終えて、無事にお家に帰ってきて、今からですね、晩ご飯なんですけど、晩ご飯の写真です、こちら、ポン。はい、ということで夜はこれです。湯豆腐、温野菜、これはパプリカ、赤パプリカ、ほうれん草とレタス、アスパラ、ブロッコリーです。でこれをね、まあ湯豆腐はこの昆布のポン酢ってやつと、このミラクルサルト、温野菜ミラクルサルトで食べます。はい、ということで早速いただきます。はい、これが私の低糖質夜編です。かけていただきます。はい、疲れた。無事にお家に帰ってきて湯豆腐からいただきます。うん、おいしい。湯豆腐をね、湯がく時はお昼のお味噌汁、朝かの時も使ってたつゆの素と一緒に、うん、うまい。パプリカ結構好きなんだよな私で、ビタミン C が豊富みたいなので、めちゃくちゃ体にはいいみたいですよ、パプリカは。そういえば YouTube って挨拶とかあるじゃん、なんかないかな、
そう、まんないようにしよう。こんにちは。こんにちは。ゆずなです。よいしょ。オッケー。いい感じ。はっちゃんが起きた。いい感じだね。で、動画の締めは、と、まんないよ。あんにゃーん。よいしょ。はい、ということで、皆さん、ゆずなの低糖質ダイエットご飯の一日動画。一日、いかがでしたか？皆さん。まあでも本当にね、動画の最初に言った通り、無理はしないようにしてください。ね、本当にこう、やっぱりこうね、炭水化物がダメとか糖質がダメとかそういうことじゃなくて、やっぱりこう、それはね、こうエネルギーを作られるものなので、すごく重要になってくる時もあるし、本当に、うん、まあね、今日はこう、低糖質制限するってしたら、こういう食事をしますっていう感じで一日を過ごしたんですけど、まあね、こう、一日だけっていうのも全然いいと思うんですけど、やっぱりね、こう、何日かしないと、こう、内臓も休まなかったりするので、まあ、私もやるときは、気をつけるときは、まあ、何日か、2、3日ぐらいやるんですけど、なんでまあ、皆さんも本当に無理はしないようにね、参考になればいいなと思います、こんな感じで。でも本当に、こう、まあ、野菜とかって、めちゃくちゃ腹持ちもいいし、お腹にたまるし、美味しいし、ちゃんとね、工夫すれば本当に何でも美味しくなるので、なんかね、こう、ちょっとどうやったら美味しく食べれるかなっていうのをこう、一手間考えるだけでもすごく楽しいと思うので、皆さんもオリジナルのね、低糖質制限だったりとか、こう、やるからにやっぱ楽しんでね、一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで、皆さん、またね、まあでも私多分きっとリリースだったりとか、今後また撮影とかあった時とかにも、いろいろ実施していくと思うので、メニュー、こういうご飯だったりとか。なんで、まあ、またね、皆さんの参考になればいいなと思います。じゃあまた会いましょう。と、まんないよー、あんにょーん。